今回も序盤から独走という形になりました。振り返ってみて、今どんなお気持ちですか？そうですね、もう今回予定していた4分27秒ペース、最初序盤しっかり刻んで、で後半もしっかり足りずに行けたので、はい、本当2人のガイドに感謝です。路面が硬くて、結構後半もスライドが小さくなって終わるっていうのが今までだったんですけれども、今回は最後35キロからですね、しっかり大きい動きで足も痛くなることなくゴールまで走れたので、自分の筋力がアップしているっていうことも実感できました。着実にレベルアップしていることは実感できているので、このまま順調にはい方が走りながら声をかけてくださって、その応援はすごく力になります。みっちゃん、最後の方はみっちゃん大好きっていう声かわいいとかもあって、すごい嬉しくて、もうパワー、はい、ちょっとスピードが上がってしまいました。それこうすれ違う方とか、一緒に走ってる方、沿道の方とかですか？沿道の方も、走ってらっしゃるランナーさんもですね、声をかけてくださるんですよ。去年、西島さんの伴走された山口さんが、女子の部で優勝され、MGC も出場決めましたね。すごい、やりましたね。いつも練習の時も、合宿などでも一緒に走らせてもらうこともありますし、私のガイドも何度もしていただいたことがあったりもするので、なので彼女の頑張っている姿に私たちもいつも元気もらっているので、一緒にパリに向けて頑張れたらいいなと思います。